どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、速報ということで動画ね、やっていきたいなと思うんですけども、こちらの三井住友カード、こちらプラチナプリファードのクレジットカードですけども、ポイント制度である、こちらの V ポイントってありますよね。この V ポイントはですね、なんと T ポイントにですね、等価交換が2023年の10月2日より開始になるっていう風になりますんで、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、早速ね、内容に入っていきたいなと思うんですけども、最悪ね、解約ばっかりだったわけなんですけども、今回ですね、朗報ということで、非常にね、いいニュースっていった形になります。残念ながらですね、今ね、こちら、深夜にね、こちら撮影してるんですけども、今ね、V ポイントのサイトがメンテナンス中ということで、残念ながらね、この公式サイトの文言っていうのは、まあこちらね、写真でしかね、見ることができなくて、ちょっと申し訳ないんですけども、T ポイント移行レートの変更のお知らせということで、こういった感じでね、公式サイトに出ております。2023年10月2日月曜日申し込み分より T ポイントの移行レートが 1V ポイント 1T ポイントに変更になりますということで、申し込み用のキャンセル変更はできませんのでご注意くださいということで、非常にね、いいですよね。はい、今まではですね、多分1ポイント 0.8 だったと思うんですけども、まあ、今回ね、2023年の10月2日よりですね、1V ポイントが 1T ポイントにね、交換することができるようになるっていった形になるんですよね。で、どういった感じでね、この V ポイントが T ポイントにね、等価交換できるようになって、どういったことが起こるのかっていうのはですね、ちょっとね、まとめさせていただきました。それがね、こちらの図になっているわけなんですけども、三井住友カードのクレジットカードね、皆さんね、使っている方非常に多いと思います。まあ、タッチ決済ね、スマホで入れていただければ対象店舗限定にはなりますけども、7% 還元とか取れますもんね。かなりね、持ってる方多いと思うんですけども、この三井住友カードでね、決済していただくと、貯まるポイントがね、この V ポイントがね、貯まっていくわけなんですけども、こちらが2023年10月2日以降ですね、このね、T ポイントに等価交換ができるようになるって言った感じになるんですよね。で、この T ポイントにね、交換することができるようになってですね、まずね、一番最初にウェルカツありますよね。私の動画のチャンネルでね、やってる方そんなに多くないかもしれないんですけども、T ポイントっていうのはワンポイントもそうですけども、ドラッグストア、ウェルシアで利用するとですね、1.5 倍で利用することができるっていう風になっておりますんで、まあ、毎月20日限定にはなりますけども、利用されている方はですね、こちらも朗報ですよね。まあ、簡単に言ってしまえば V ポイントを貯めていれば今後はウェルカツに参加することができるっていう風になりますんで、 T ポイントをね、わざわざ貯めてたっていう方は V ポイント貯めてもまあどっちでもねいいっていう風になりますんで、これもねいいですよね。でまたね、この三井住友カードの V ポイントっていうのは先日紹介したね、ニューオータニのね、ポイント宿泊とかディナーとかにもね、利用することができますし、またね、ソラシドエアに交換していただければ、ソラシドマイルにね、発券することができるって言った形になります。で、ソラシドエアのね、マイルに関しては 200% っていう風になりますんで、交換率がね、非常に高くて今ね、かなり人気になっておりますよね。で、またね、この T ポイントに交換した後ですね、JR キューポンにね、交換することができますんで、こっからね、JQ みずほルート、ANA マイルへね、ルート 70% でですね、ANA マイルに交換することもできるっていう風になりますし、永久不滅ポイントから、ね、D ポイントにね、交換していただくと、これね、ちょこちょこやっている D ポイント 10% 増量キャンペーンもね、利用することができる。で、また利用、この 10% 化、増量キャンペーンをね、利用しつつ、JAL マイルにね、交換するなんてこともね、利用することができます。今回ね、この V ポイントが、T ポイントにね、交換できるようになったことによって、まあ、このルートがですね、開通したっていった形になるんですよね。ですので、もうこのままね、V ポイントから ANA マイルに交換するっていうことはね、もうしないっていう風になります。ANA カードを持っている方も、持っていない方もですね、基本的に、T ポイント経由でですね、ANA マイルに交換していただければなと思います。まあもちろんね、この必要カードがね、JQ カードセゾンであったり、みずほマイレージクラブ ANA カードがね、必要になったりするんですけれども、まあこちら年間1回使えばね、無料ですし、こちらね、年会費無料のカードなので、このルートはですね、ぜひね、開通しといていただければなと思います。10% 取りこぼすってのはね、まあちょっとね、めんどくさいかもしれないんですけども、かなりね、もったいないっていう風になりますんで、このルートですね、皆さんね、開通しといていただければなと思います。このね、T ポイントに関しても、JR キューポンに関しても、ここはね、特にカードとかいらないので、まあこの2つですね、カードが必要っていう風にはなりますけども、まあ、
70% でね、V ポイント交換できるっていう風になりますんで、これはね、かなりすごいですよね。で、またね、JAL マイルに交換したいっていう方は、T ポイント経由でこっちでね、行っていただいてもいいですけれども、JR キューポからそのままポンタで JAL マイルっていうのも OK です。で、ここね、赤にしておりますけれども、この赤字はですね、ポンタと永久不滅ポイントはね、同時に行われてるんですけれども、増量キャンペーンがね、定期的に行われておりますよね。こちら 50% 通常なんですけれども、たまにね、60% が、交換率ね、上がるっていう風になりますんで、まあ基本的にはこのキャンペーンでね、狙って交換していただくのがね、おすすめっていった形になります。一応 D ポイントから JAL マイルもね、キャンペーンあるんですけども、今 55% とかが最大なのかな。昔は60とかあったみたいなんですけども、まあ最近は 55%。しかもね、最近あんまり行われないっていう風になりますんでね。まあ、どっちかというと、まあこっちのキャンペーン待ってね、交換された方が、まあいいのかなっていう感じですね。まあこういった感じでですね、V ポイントが T ポイントに10日交換できるようになったっていう風になりますんで、まあウェルカツであったりですね、JAL マイル、ANA マイルね、交換していただくのにかなりね、朗報なのではないのかななんていう風に思うんですよね。で、またですね、今回ね、10日交換ね、V ポイントから T ポイントができるようになりましたということで、このね、プラチナプリファード、まあ、年会費33,000円ね、オリーブフレキシブルペイの方はですね、年会費初年度無料キャンペーンやってますんで、まあ、1年間だけでもですね、利用していただくのね、非常におすすめなんですけども、クレカ積み立てですよね。このプラチナプリファードで SBI 証券のね、クレカ積み立て投資信託購入していただいて、マックスね、5万円まで毎月買えるんですけども、こちらがね、5% 還元で、こちらだとね、利用することができるんですよね。まあそうするとね、まあ年間33,000円、オリーブの方だとね、初年度無料で利用できるわけなんですけども、毎月ね、5万円積み立てていただくと、2500V ポイントがね、獲得することができるんですよね。で、これが、5万円ね、毎月、年間ずっとね、やっていただければ、年間ね、3万 V ポイントを獲得することができるっていう風になりますんで、プラチナプリファードで毎月5万円積み立てていただいて、それを年間やっていただくだけで、3万 V ポイント。で、それをね、ANA マイルにね、今回交換すると、年間2万1000マイル。まあ、JAL マイルだったらね、まあ、これは通常期で計算してますけれども、1万5000マイルね、クレカで投資信託を購入するだけでね、こちらが溜まってきてしまうっていう風になりますんで、何度も言ってますけれどもね、オリーブの方はね、こちら初年度年会費無料キャンペーンやっておりますので、ぜひね、この機会に発行していただくのも、1年間だけでもね、いいのではないのかな、なんていう風に、思うんですよね。これすごいですよね。もちろんね、こちら買ってるのはね、投資信託っていう風になりますんで、売りたかったらね、売っていただいてっていうのもね、できるっていう風になりますんで、これは非常にいいですよね。年会費ね、3万3000円かかってでも、この V ポイントがね、欲しいっていう方は、まあ年会費払ってね、やっていただいてもね、いいのではないのかな、なんていう風に思います。まあ2万1000マイル毎年貯まるのであれば、かなりいいですよね。まあ1万5000マイルでも、まあ悪くはないのではないのかな、なんていうふうに思うんですよね。まあここはね、考え方次第だな、なんていうふうに思いますし、またね、決済額が多い方はですね、このプラチナプリファードっていうのはね、ポイント特化型で、100万円、前年ね、100万円ごとに1万ポイント、最大4万ポイントね、もらえるカードっていうふうになりますんで、これもね、決済額が多い方はかなりね、おすすめポイントっていうふうになります。それでは次にですね、ちょっとね、こちら心配事もね、一部ございまして、ここも解説していきたいなと思うんですけども、この三井住友カードっていうのは、まあ知ってる方多いと思うんですけども、来年の春からですね、T ポイントとね、V ポイントっていうのは統合するんですよね。ですので、新しいね、この V ポイントに変わるっていった形になるんですよね。ですので、この T ポイント単体っていうのと V ポイント単体っていうのは、まあ簡単に言うと来年のね、春頃にはね、消滅して、まあ新しいね、このポイント制度に、まあ、変わるっていった形になるんですよね。で、私がね、懸念しているところはですね、このね、V ポイントっていうのは非常にね、他のポイント制度に交換するのに渋いポイント制度なんですよね。ですので、こちらがね、2021年の4月1日からね、こちら、V ポイントのね、交換レートって変わったわけなんですけども、まあ、こういった感じでですね、V ポイントから他の他社のね、ポイントに交換するって非常に渋いんですよね。まあこの G ポイントとか和音ポイントとかね、
ヨドバシポイントとかビッグポイントとかペックスとかいろいろありますけれども、まあこちらね、2021年の4月1日からですね、もともとはね、1ポイント、1ポイントでね、交換することが昔はできてたんですけれども、2021年4月1日以降はですね、1V ポイント 0.8 ポイントにね、交換レートが下がって、10日だったものが 80% に変わったんですよね。で、これがね、ほぼ変わったっていう風になりまして、来年以降ですね、まあこちら、新しいね、V ポイント、まあ T ポイントと統合されて、新しい V ポイント、まあ新しいポイントにね、変わるわけなんですけども、まあここになった時にですね、ここら辺ですよね、ここら辺。この新しい V ポイントの新しいね、ポイント制度になった後の、この JR キューポとかですね、またね、このホテルニューオータニのポイントもそうですけども、スラッシドエアもそうですけども、ここら辺のポイントがですね、今まで通り10日でね、交換することができるのかっていうのはですね、かなりね、心配な部分ではあるんですよね。はい、っていうふうにね、思っておりますので、ここはね、注視していかなきゃいけないな、なんていうふうに思うんですよね。ですんで、まあ、ここはね、まあ、同じポイントになって、この先がね、まあ、どうなっていくのか、まあ、ここはね、80とか70とかね、60とかに落ちてしまうとですね、かなりね、このルートとしてね、変わってきてしまうっていうふうになりますんで、ここがね、かなり心配ポイントっていう風になるんですよね。ということで今回ですね、V ポイントと T ポイントがですね、10日交換2023年の10月2日よりね、開始になるっていう風になりますんで、解説させていただいたわけなんですけども、いやね、最近本当にね、このクレジットカード系のね、話ではね、もう解約ばっかりでしたんで、現時点ではですね、非常にいいニュースっていう風になりますんで、これはね、ありがたいですよね。で、またね、今回の動画でプラチナプリファードのオリーブ発行されたいよっていう方はですね、今ね、ポイントサイトで案件、ハピタスでね、1500円分の案件がね、出ておりまして、で、またですね、オリーブ自体ですね、紹介キャンペーンもやっておりますので、ぜひね、こちらも取りこぼしないようにね、していただければな、なんていうふうに思います。ということで、今回のはね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますので、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。